まあ、CM の広告だったりとか、あと SNS とかでね、結構話題の巻き方になるんですけど、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、この髪型って見たことないですかね。なんかシャンプーだったりのね、まあ、CM の広告だったりとか、あと SNS とかでね、結構話題の巻き方になるんですけど、これの、作り方について今日は紹介していきたいと思います。ということで、使っている道具についてなんですけど、まずはね、26mm のコテ、お使いのもので全然大丈夫ですので、なるべくちょっと細めの方がいいかなと思います。で、あとは櫛で、ダッカール、まあ1本か2本ぐらいあると、結構やりやすいかなと思いますので、この3つは最低限、用意するようにしてください。で、必要であればハードスプレーだったりとかでね、キープしてあげるといいかなと思いますので、まあ、基本的にはこの3つで、作っていきたいと思います。で、長さなんですけれども、大体ですけどこう胸ぐらいの長さがの方だとやりやすいかなと思います。で、今日は、実際にね、僕お人形さんでちょっと作っていくんで、手の角度だったりとかっていうのはね、ご自身でやられる時とまたちょっと違うかもしれないんですけれども、まあやり方、まあこういう風にやったらこうなるんだっていう風に、それをちょっと覚えていただければと思っておりますので、ご参考になさってください。はい、ということで、実際やっていきたいと思います。で、角度的になんですけど、ちょっと分かりやすいように、このここが耳になって斜め後ろの部分をやっていきたいと思います。で、まず、一番最初に節で全体的に溶かしていきます。ちょっと溶きづらい方に関してはね、ブラシだったりとかで結構目が粗いもので溶かしてあげると最初はやりやすいかなと思いますので、まあ、全体的にこの節通りを良くする、これがポイントになります。で、しっかりと溶かして、で、実際に分け取っていくんですけど、まずね、大体厚さ、取る厚さですね、このぐらいの幅、だいたい4センチぐらいですかね、3、4センチぐらいの幅で取っていただけると、やりやすいかなと思います。で、取り分けたらしっかりと溶かして、で、その次にこの幅もだいたい3センチぐらいかな、3センチ幅ぐらいで全体的に取るようにして、これを縦に巻いていきます。縦ということは、コテをこういう風に立てて入れていきます。で、実際に入れていくんですけど、この時にこのレバーの部分が前になるようにで巻きつけていこう、巻きつけていくので、全体的にリバース巻き、いわゆる外巻きになります。で、巻いていきます。で、最初は根元付近、なるべくね、やけどちょっとしやすいので根元付近から入れて、で、しっかりと巻きつけていきます。毛先の部分までね、ぐるぐるぐると巻きつけ、で、そのまま実際にこんな感じのね、ウェーブになりますね。ウェーブというか、こんな感じの巻きになります。もうコロネ、コロネっていうんですか、こんな感じなんですけど、この状態で崩さないで置いておきます。で、結構ね、できるだけ同じ位置で巻き込むようにしてください。そうするとね、より綺麗にツヤっとした感じになってくれます、ウェーブがね。で、この巻き込む時がなかなか難しいんですけど、徐々にね、こうコテを回転させながら巻いていくのがポイントです。で、ちょっとね、毛先の部分までしっかりと巻き込んで、こんな感じで。あ、で、実際問題言うとね、コテの温度は一番下にしてます。低温でゆっくりじっくり巻いていくのがポイントかなと思いますので、一番低い温度でできればやってください。まあ、だいたい100度とか120度ぐらいですかね。で、やってあげたらいいかなと思います。で、その上のブロックも同様に取って、すいません、ちょっとね、取り方ね、汚いですけど、その辺はちょっとご了承ください。で、取り分けたら、しっかりと溶かして、
大体同じ幅ぐらいですね、3センチ幅ぐらいで、で、大体でいいですよ。根元付近から巻いていきます。徐々にこう固定をこうレバーを徐々に押しながら、この根元、毛先の部分を入れていく。これがまたポイントになってくるので、こんな感じ。ね、こう巻き方って結構地味な作業にはなるんですけど、これをね、うまいことこう素早くできるようになると、かなりね、綺麗なウェーブ巻きになるかなと思いますので。ちょっとね、ずれたりするんですけど、まあ若干大体同じぐらいの位置で巻き込むようにしていただければなと思います。こんな感じですね。で、徐々に上まで上げていきたいと思います。はい、ということでね、こんな感じで巻き終わりました。で、若干これで一度冷まします。で、ある程度冷めたら溶かしていきます。なるべくね、まあ個人的には下からやっていった方がいいかなと思うので、下から溶かしていきますね。やっぱこう髪の質によっては引っかかったりもするので、徐々に溶かしてあげる方が個人的にはいいかなと思います。で、引っかかりがある時とかは本当にね、その無理やりガッと溶かしてしまうと切れ毛の恐れもありますので、優しく毛先の方から溶かしてあげる、まあ、これがポイントになります。で、こういうね、目が細かいやつとかだとね、より引っかかってしまうっていう髪質の方もいらっしゃるかなと思うので、そういう方に関しては粗めのブラシだったりとか櫛でやってあげるといいかなと思います。今日はね、もうこれでやっちゃってますけど、これしっかり溶かすのがポイントです。しっかり溶かして、ちょっとカールウェーブをちょっと取ってあげるっていう感じですよね。なじましてあげるみたいな。わかりますかね、このウェーブっぽくなってるの。ちょっとね、パサついてきてるかもしれないんで、ここでちょっとスタイリング剤、オイルだったりとか、ちょっとスプレーつけていきますね。スプレーを透過させてもらいます。で、そんなに固まるようなスプレーじゃなくてもいいかなと。まあどちらかといったらニュアンススプレーみたいな感じで、これちょっとね、N ドットの3番なんですけど、これちょっとニュアンスのスプレーに近いかなと。これを全体的につけていきます。で、スプレーつけるときとかもね、若干こう離してもらって、あんまり近くつけすぎるとね、結構ダマになってしまうので、さーっとつけるような感じで、で、素早く溶かす。で、そうするとね、髪の毛自体が結構ね、綺麗にまとまってきて、ツヤっぽくも見えてくれるかなと思いますね。うん、さっきよりちょっと綺麗になってきましたね。すいません、なんかこのウィッグの髪の毛のコンディション的にもあんまり良くないので、すごく綺麗に見えるかどうかっていうのは分からないですけど、分かりますかね、こういう風にちょっとウェーブっぽく綺麗になってる、こんな感じのね、巻き方になるんですよ。外国人風というか、こんな感じでやるとね、すごくツヤっぽく見えるし、髪がめちゃくちゃ綺麗に見えるっていうので、今めちゃくちゃ流行ってます。はい、ということで、こんな感じでね、やってみました。ちょっとね、プチアクシデントというかね、髪の毛がね、あんまり綺麗に見えなかったっていう部分もあったんで、急遽ちょっとスプレーをつけさせてもらいました。
まあ、つけるとね結構ツヤっぽく見えるかなと思いますので、巻いて溶かした時なんかパサパサやなと思ったら、そういう風な感じでやっていただければと思います。意外とね今日僕これをやろうと思ってお客様だったりとかにねコメントだったりいただいてたりとかで、この巻き方をやってくれということで、実際ちょっとやってみたんですけど、初めてやってみました今日で、意外といい感じの仕上がりになるってことなんで、一応僕はまあプロでやらせてもらってるので、まあ確かにできても当然かなとはね、皆さんが思うかなと思うんですけど、基本的にね、新しいことをやるときっていうのは僕らもかなり練習するので、で、練習してお客様に提案したりとか、やったりもするので、でも今日は本当に全くの初めてでこれ作ってみたので、で、これぐらいのクオリティなの、クオリティにできるんで、ポイントとしては本当にスライス幅、取る幅を、まあ、3、4センチ幅ぐらいで、横幅は大体3センチぐらいで、取って全部外巻きに巻くで、なるべくね同じ位置、まあ、できれば根元付近からしっかりと巻くっていう感じなんですけど、毛先までしっかりと巻き込んで、でそれを上まで上げていって、最終的に溶かしてあげる。で溶かす時もしっかりと溶かしてあげる。で、引っかかったりとかしてもね、無理やり飛ばさないようにしてください。これは切れ毛の原因になってしまいます。で、全体的にやって、で、今日もその後にスプレーを打って、もう一回しっかりと飛ばす。で、スプレーも固まるようなスプレーっていうよりは、ちょっとニュアンスのようなスプレー。まあ、若干固まるかなっていうぐらいのスプレーをつけてあげるだったりとか、あとはトリートメントスプレーみたいな感じのでね、全体つけてもらって溶かしてあげると、綺麗に見えるかなと思いますので、ね、梅雨の時期になんで巻き髪を作ったみたいな感じで思われてる方も多いかなと思うんですけど、結構ねその後ね梅雨終わってからだったりとかね、なんかした時にこの髪型作ってもらったらいいかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。はい、この動画が良かったらグッドボタンとあとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。